はい、実は私鈴木寛はですね、民主党の広報委員長をいたしておりまして、今候補者になります議員に対してあるいはその事務所に対してですね、このツイッター、フェイスブック、まあ、などのですね、このブログあるいはメーリングリスト、ソーシャルネットワークサービス、まあ、こうしたことでですね、活動を、まあ、この皆さんにお伝えをするように、まあ、こんな講習会だとかですね、あるいはその事務所で CIO を決めていただいて、まあ、そうした人たちに対する働きかけなどをやっております。まあ、定期的にチェックをしていてですね、まだ遅れているところに対しては、まあ、アドバイスなどもですね、するという体制をとっています。まあ、しかし何分まあこの議員によりましてかなりまあ差があるというのが現状でありますし、またなかなかまあ民主党の場合はですね、大勢のスタッフを抱えている候補者、こう抱えきれる候補者がまあ少ないものですから、どうしてもこのネット対応にはやっぱり1人以上のですねスタッフ、またそのためのサポートをしてくださる皆さん、まあ資金的にも非常に余裕のない議員もいるものですから、まあ、その辺が今まあボトルネックになってますが、まあ、最大限頑張れることは頑張っていきたいと、また促していきたいというふうに思っています。